マイクロソフトのエヴァンジェリスト西脇です。 IT やイノベーションなどさまざまな分野に興味のある方にお役に立てるよう、背景にある動向も交え、さらには今後の展開など皆様にお届けしていきたいと思います。未来とビジネスを創造する IT のネタが生まれる番組、ネタバース。ビジネスのヒントをぜひ見つけてください。それでは始めていきましょう。今日取り上げるトピックはこれです。本気のセキュリティ。マイクロソフトのセキュリティに対する本気の取り組みを知ってください。意外に皆さん耳にしたことがないことばかりですよ。これからお話をする内容は全体で100ページ以上にもなるセキュリティに関するマイクロソフトデジタルディフェンスレポート2021に基づいています。ぜひ皆さん興味のある方は検索をしてみてください。このレポートでは毎日集めているセキュリティのさまざまなシグナルから作られています。その数いくつだと思いますか？なんと24兆ですよ。マイクロソフトでは日々24兆ものセキュリティに関するシグナルを集めて分析しているんですね。もちろん人手でやっているわけではありません。分析には AI 人工知能が使われています。加えてマイクロソフト社内には8700人、それを超えるセキュリティのエキスパートが一緒に分析をしているんですね。さてそれではそのレポートの中からいくつかをご紹介してまいりましょう。まずはサイバーセキュリティ攻撃であるランサムウェア、これによるお金の脅迫が大きく問題になってきていることが報告されているんですね。これは皆さんもニュースで耳にしているように日本でも実際に影響が起きていますよね。この報告は実はなかなか表面化してこないんですね。つまり攻撃を受けたという報告ですね。マイクロソフトではDART ディテクション&レスポンスチーム、このチームがこういったランサムウェアが仕掛けられた企業に対して対応の支援を行っているんですね。このレポートはそのDARTからのインサイトも含めてまとめられた情報です。続いてフィッシング、伝統的なサイバーセキュリティ攻撃ですね。我々人間が一番脆弱だと言われていることから今でも多くの攻撃が行われています。マイクロソフトのデジタルクライムユニット、この組織がマルウェアを配るためのこの基幹インフラであるボットネット、ここを無力化するという根本対策を行っているんですね。実はこの効果によって減少傾向になっているということが分かっています。フィッシングの例では緊急性をメールで連絡し、サポートはこちらですよといった形でフィッシングサイトに誘導する、そういった例のほかにイベントに連動したフィッシングだったり、皆さんも、ね、懸賞金が当たった、そんなものがありますよね。さまざまなものが増えてきています。皆さんもそういったさまざまな種類時折目にしていますよね。さらに新しく登場しているセキュリティ攻撃を紹介しましょう。なんと AI の機械学習への攻撃が観測されているんです。これは AI が機械学習を行う際に使われるビッグデータありますよね。これを改ざんして AI の学習そのものが正しく行われないようにする、こういった攻撃なんですね。そしてこのレポートでは国家が主導する攻撃についても触れているんです。マイクロソフトがこういった攻撃を観測した場合、攻撃を受けた対象の国に対してレポートをしているんですね。さてその中身なんですが、ロシア、中国、北朝鮮からの攻撃が多く観測されている中、最近はベトナムやトルコ、こういった国々が登場している、こういう報告があるんですね。そしてそのターゲットの多くは政府機関、あるいは NGO、シンクタンクですね。続いてサプライチェーンもある。マイクロソフトにも実は5800のサプライヤーがいます。ですから我々自身もね、 AI を活用して契約書に基づいたやり取りが正しく行われているのか、何か異常な行動が行われていないかを分析するシステムを我々持っています。さらには IoT にも問題があることが分かっています。例えばパスワードがデバイスにこう組み込まれていたり、あるいはプログラムの中にコーディングされていたり、あるいはとても簡単な推測可能なパスワードが普通に使われていたり、そういうケースがあるようですね。でも IoT 機器は小型です、安価です。ですからあまりその対策にコストをかけられないのも現状なんですね。マイクロソフトではそういった IoT 機器のファームウェアを更新できるようにしたり、あるいはパスワードではなく、ね、証明書、これを使って認証認可をするようにする、こういった対策を推奨しています。また皆さんに知っていただきたいのはディスインフォメーション、意を持って間違った情報を流して妨害をする問題ですね。これが大きな社会問題として表面化しているのは皆さんもよく知っていますよね。レポートにはこの問題もしっかりと報告されているんです。その他にもハイブリッドワークに関するレポート、デバイス、データ、人に関するセキュリティレポートなど広範囲にわたるレポートがマイクロソフトデジタルディフェンスレポートなんですね。さあ
この話題を少し掘り下げていきましょう。サイバーセキュリティの現状がいくつか見えてきています。それは攻撃が組織的になってきているということですね。例えばランサムウェアであれば、ランサムウェアを開発する人、つまり開発者ですね、さらにはそれを配る人、そして偵察作業をしながらどこか入り込むところがあるんじゃないかなという見つける人、そして実際にセキュリティ攻撃をする人、さらには脅迫をしてお金を奪おうとする人、なんと全体の管理者までいるんですよね。まるで会社みたいですよね。フィッシング犯罪においても同様に分担をし組織化されている傾向が強くなってきています。これは私たちの社会で起きている犯罪においても同じことが言えませんか。例えばいわゆるオレオレ詐欺です。この犯罪も最近は組織化されていますよね。どちらも組織が非常に大きくなってきていることから、なかなか収まることがなく非常に問題として残っているわけなんですよね。では対策はどうすればいいのかというと、攻撃にどう対処するかという観点も重要なんですが、それよりも日常から弱みのない状態にするということが非常に重要なんですね。でそのためにはセキュリティ対策は端末の点で行うのではなく、組織を構成する人、人が使う端末、そして肝心のデータ、それを扱うアプリケーション、ネットワークを網羅的に保護する必要があるんですね。さらにはフィッシングメールなどを受け取ってしまった場合、自分たちの組織や従業員はどんな反応をするだろうかというような攻撃を、あるいは被害を想定した訓練ですね、これを行うことも大変有効だと言われているんですね。皆さんぜひ訓練なさってください。またこのレポートの最後には、多要素認証やソフトウェアを最新の状態に保つ、あるいはマルウェア対策をする、必要最低限のアクセスしか許さない、データを適切に分類して守っていく、こういった基本原則をしていけば 98% の攻撃は防げると結んでいるんですね。マイクロソフトが本気で取り組んでいるセキュリティ、あなたならこのネタどう生かしますか。エヴァンジェリストの西脇でした。皆さんのチャンネル登録とコメントをお待ちしております。